日本兵庫県神戸市東灘区、魚崎西町魚崎西町は、兵庫県神戸市東灘区の町名。平成17年国勢調査における、世帯数は1206、人口2857で内男性1371人、女性1486人。郵便番号658-0026。六甲ライナー、魚崎駅北側から見る、国道43号。 松原交差点付近。高架道路は、阪神高速3号神戸線。神戸市東長区、旧魚崎町行きの住吉川井西にあたる。東は、住吉川を隔てて、阪神本線以南が、魚崎南町。同じく、阪神本線以北が、魚崎中町。南は、神戸新交通六高アイランド線南魚崎駅の連絡通路で、人工島神戸東部。 第2航区の東半住吉浜城と接続、西は、旧住吉村域の住吉南町、阪神本線以北の北西は同じく、住吉宮町、北の住吉幹線以東が、住吉東町。昭和44年6月1日に住居表示実施に伴う町名変更で、魚崎町、魚崎あざ川西が1.2丁目、あざ城松原、下松源。 朝西松原が3丁目、朝城・松原、西松原が4丁目が成立した。菊正宗サ造記念館。ありがとうございます。